はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、クラちゃんについてお話をしてみようかなと思います。ということで、今日はね、何についてお話をしていくかというと、EP 問題ね。はい。クラちゃんに対する問題なんですけれども、さあ、このクラちゃんというものに対して、皆さんがどういう風に望んでるかというところに対して、まあ、今日はね、お話ししていこうと思うんですけれども、これはね、正直ね、 まあ別に最近うんぬんとかいう話ではないです。はい。もうずっと言われてます。はい。もうこれに関しては多分今後、まあ多分言われ続けるんだろうし、まあね、あの、いろいろ話題にも上がることもね、まあ、多々あると思うんですよ。ということで、まあ僕自身ね、あんまりね、これ実際に動画とかにして触れてきたことっていうのは多分ないんじゃないかなと思うんですよね。記憶上はない。もしかしたら昔あるかもしれないけどね。 ということで、この EP 問題、まあも。まあ、黄色のね、黄色黒文字で書かせていただいてますけれども、さあ、このクラちゃんについての望み方ね、これ勝つこと優先な人もいるし、稼ぐことが優先な人もいるし、となると、まあ、クラちゃんっていうのは、まあ、やっぱり EP を稼いで、まあ、スコアを伸ばし、伸ばしていくっていう競技なので、まあ、ガチスカーとかでね、来るユーザーじゃ悪なのか、うん、まあ、そもそも反してるのか、それに対してね。というところと、まあ、そもそも問題ね、うん、そもそも、 この、まあ、クラちゃんというところに対して言えばというところの、まあ、話から、まあ、いろんな観点からねこれについてちょっとね話していきたいなと思いますし、まあくまでね僕のただ個人の意見なので、あのー、これがすべて、ね、正しいとかそういう話ではないので、まあくまでね一ユーザーの意見として、えー、聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。はいということでねこのクラちゃんについてというところなんですけれどが、まあ、これを取り巻く問題というか問題って言ったら大げさかもしれないけどね。うん まあ話についてね、やっていきたいんですけれども、じゃあまずね、そもそもクラちゃんは何のために皆さんやるのかというところに対して触れていこうと思うんですけれども、ま,あ、まずクラちゃんは何のためにやるのかというところに関してね、えー、ここは EP を稼いで出場クラブでいい成績を、えー、収めて、えー、より良い、えー、報酬をゲットするためというね、まあ、クラちゃんというのは、それぞれね、出、ま、る、あ、クラブ、ね、自分で選びまして、まあ、そのクラブでのまあ順位を競うというね、あの競技になっておりますと。 まあ、つまり、この EP をしっかり稼いで、より良い順位を取るというところが、まあ、根本というか、うん。まあ、このクラちゃんの、まあ、本質と言いますか。まあ、そういうところになるかなと。で、あとはもう一つね、まあ、クラちゃんというのは、勝利報酬というのがありまして、まあ、勝利するとコインが8枚かな。負けると3枚かな。というところで、まあ、コインがもらえますと。で、このコインをね、ある程度一定数貯めることによって、まあ、グレード85以上券とか、ガチャチケットとか、まあ、回復薬だったりとか、まあ、グレ、えっ、ー、と、ドースパとかね。 まあそういったいろんなアイテムに交換ができるということなので、当然この勝つことによってね、あのコインをね、あのー、まあ言ったら2倍近くぐらい負けるよりはね、ゲットできるので、まあこのコインをゲットして交換所でいいアイテムを得るためにやってるっていう人もね、まあ中にはいるんじゃないかなと思うし、まあここもね、少なからずとも目的に入ってくるんじゃないかなと思います。ので、まあ大きく2極化っていうわけじゃないですけど、まあ大体こういった2つの目的を持って、 ま皆さん多分ね、あの、自己ベスト更新というのを目指してね、頑張ってる人もいるんじゃないかなと思うし、まあ、コインでね、しっかりゲットして、毎月ね、コインを貯めていって、まあ、特定のアイテムをゲットするために頑張ってるっていう人もね、いるんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まあ、クラチャに対して、まあ、こういったところがね、主に目的としてなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、じゃあ結局、このじゃあ EP を稼ぐっていうところに関してね、もうちょっとフォーカスを当てていきたいんですけれども、 この EP を稼ぐために、要は何をすればいいのかというところのもうちょっと、ね、探っていきたいなと思うんですけれども、じゃ EP を稼ぐためには、ね、どうしたらいいかというと、まずね、これ、センスが大事なんですよね。うんまあ、よく EP センスって言いますけれども、金 EP とか銀 EP とか、銅 EP とか、ね、青 EP とか、いろいろありますけれども、このセンスにしっかりと EP をついた選手をまず使っていくということが大事ですね。 まあこれによって何が起こるかというとまあそもそもその選手がプレイするまあ例えばスキルが発動したタイミングとかまあそのスキルの発動した時にもらえるポイントとかがまあそもそもね増えていくのでまあこのセンスというところに関してはまあすごく大事かなと思いますねはいであとはまあ当然スキル発動というところが稼ぐタイミングにもなってきますのでまあスキルが発動しやすい選手を使ったりとかうんまあこういうのも結構大事かなと思いますであとは結局このクラちゃんっていう仕様上の問題なんですけれども まあ結局 EP を稼ぐためには試合に勝たないとね90%カットされるんですよねそもそもね。ということで、まあ、勝った上で稼ぐっていうのが結構大事だなというところで、まあ、そもそも問題の本質っていうのはここにあるんですよね。うん。これセンス、まあ、例えばこのクラちゃんっていう競技が勝ち負け関係なく EP だけを稼げばいいっていうスポーツ、まあ、競技であれば まあ別にいいと思うんですよ。EP を稼いだ人が正義っていうか、まあ EP をどれだけ稼ぐかに注視できるというか、注力で、ねその、そこに全てを注ぐことができるんですけれども、まあ当然、そのセンスをいっぱい EP をつけて、まあね、じゃあ稼ぎに行きましたとなったときに、まあ結局この試合に勝てないと、そも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 ,そも,そ,もそもいくら稼いでても、ポイントがもらえないんだよねって話なんですよね。だから、この試合に勝つっていうのも一応大事なことの一つかなと思います。 で、今回の問題の本質って言いましたけれども、この稼ぎを、えー、行うという行為に対して、この試合に勝つという行為が、まあ、選手のその質とかにもよるわけですよ。まあ、例えば別に、まあその EP を稼ぎながら、まあ、でも強い選手もいるわけですよ。まあ結構上位級の選手ね、グレードが高い選手とか。まあ、例えばボナセンがね、まあね、例えば昔のまあ、フォーカスみたいに EP と、 まあ普通のリーグのね、またディフェンススキル、ディフェンス強化とかね、オフェンス強化とかしっかりと持ってる選手もいましたし、まあそういった両立できてる選手とかもいる中で、まあ結構でもどっちかというと、両立できてる選手の数よりは圧倒的に多分寄せた方が輝ける選手の数っていうのは多いんですよ、J クラってね。ってなってきたときになかなかその両立を取れるのは難しいということで、大体どっちかを取る人が出てくるということですね。うん。まあこれが今回というか、まあ今回だけではないけどね、もうずっと言われてることなんですけれども、 まあ、稼ぐことが正義なのか、それとも勝つことが正義なのかっていうところに関して、まあ、その、いろいろな立場のやっぱりユーザーの方がいるわけで、まあ、そこに対しての意見のぶつかり合いっていうのが毎回起きてるってことですね。まあ、これは別に今じゃなくて、もうずっと、僕が多分 J クラ初めてずっと言われてることだと思います。はい。まあ、少なからずも3年以上言われてると思います。はい。ということで、まあ、この EP を稼ぐという行為の中に、一つね、まあ、問題の、なんていうのかな、まあ、大事なところはあるんじゃないかなと思いますね。これはね。はい。 で、じゃあ結局、まあ、EP を稼ぐためにね、必要なことっていうのは分かったと思うんですけれども、じゃあ結局試合に勝つためにじゃあどうすればいいのかっていうところですよね。うん。まあここに関してやっぱり強いカードを使っていく。まあ強いカードっていうのは何なのかっていうと、例えばまあフォワードだったらしっかりと点を取れるカードを使っていく。ゴールキーパーとかだったらしっかりと失、えー、点を防げるような、えー、カードを使っていく。まあこれはスキル面でもそうですし、能力面でもそうだと思います。で、あとやっぱりリーグ用の選手とかを使っていくと、まあ勝ちやすいよねっていうのはまあ当然で、 まあ稼ぐというところに関して言えば、まあ、モナセンとかね、まあ、普通のセンス含めて、まあ、EP をつけたらつけたらいいんですけれども、まあ、それはまあ,あくまで EP を稼ぐためのセンスになりますので、まあ、例えば強さとかには直結してこないんですよね。さっき言った、ね、あの例外ありますけどね、まあ、あのダブルセンスとかの例外ありますけれども、まあ、基本的にはそういった感じになってしまうということで、まあ、その EP センスをつけずに普通にまあ能力値のステータスアップとか、 まあそのスキルの、なんていうんですかね。まあその強化したりとかね。まあ普通に強いカードを使っていくっていうことが、まあやっぱり試合に勝つための、まあそこの直結していくところの、まあ大事な点かなと思うんですよね。うん。<うん S 1> ということで、まあここに、まあ試合に勝つためにということを考えたら、まあこういうところを重視していくことになるのかなと思います。 で、まあ、この、さっきね、話しした EP を稼ぐためにすることと、試合に勝つためにすることっていうのは、交わ、交わらないということですね。うん。まあ、ここも、まあ、こういったね、えー、まあ、それぞれでまとめてみると、まあ、それぞれが反発し合う理由っていうのはね、わかるんじゃないかなと思いますね。はい。でですよ。で、まあ、あということはですよ。まあ、ここまでね、EP を稼ぐためには、じゃあ試合に勝つためには、ということでお話ししてきましたけれども、 まあということはですよ、これをまあいい意味で捉えるんであれば、本当は EP を稼ぎながら勝つことが理想なんですよね。うん、まあ、間違いないですよね。さっき言った通り、EP がいくら稼げても勝てないと稼げないからね。だから、まあ、EP をしっかり稼ぎつつ、勝つということが理想の中でですよ。ただですね、まあ、J クラっていろんなユーザーの人がやってると思いますけれども、まあ、なかなか現実は厳しいというところで、 まあ、なかなかね、あの、まあ、言ったら、まあ今ね、アマテラスタイとか始まりましたけど、当然リーグ用の褒めっていうところと、まあ EP 用のそのね、褒めっていうのを両立して、まあ結構いい感じに仕上げていくっていうのは、 まあなかなか難しいし、なかなかそもそも時間がかかる。まあ歴の長い人は有利かもしれないけれども、特に最近始めた人とか、まあここ1年ぐらいで始めた人なんかが、両方を極めるってなってくると相当な課金額が必要になってきたりとかするので、まあなかなか難しいんですよね。まあ大体どっちかに寄せていくんだと思います。まあ例えばもう僕は EP を稼ぐんだと。で、それでもうしっかりとその EP を優先して作っていく。いや、もう EP はいいや。ね。あの、普通に勝ちたいということで、まあもう EP はもう捨てて、 まあ普通にスキル強化とか、まあね、ステータスアップとかを優先してつけていくパターン。まあ大体この二極化というのがね、普通に起きるわけですよ。まあそもそもユーザーの中でね。ということで、まあその当然じゃあ EP を稼げないユーザーがクラチャーに参加できないのかというとそういうわけではないので、まあ当然そういった人は勝ちに来るわけですよね。なんでかというとさっき振り返ってね、さっき前で言いましたけれども、コインを稼ぐという目的もあるわけですよ。だ勝つことも結構偉いんですよねで。そもそも EP を稼ぐというところに注視されすぎなんですけれども、 そもそもさっき言ったとあり、勝てないと EP が稼げないっていうのもあるからね。まあ、つまり、この稼ぎたい人と勝ちたい人の二極化が起きてしまうんですよね、どうしてもね。この、まあ、言ったら、イベントの性質上と言いますかね。うん。で、これが、まあ、まあ、まとめると本質なんですよね、問題のね。だから、これで、稼ぎたい人と勝ちたい人。ただ、まあね、なかなか稼ぎたい人も、なかなか EP をつけながら勝つっていうのは、まあまあ難しいことでもあるわけですよ。 うん。まあ、それに対しても結構やっぱ質がね、求められるしね、というところで。で、当然リーグ譜面とかに対してね、挑むとなると結構不利なわけですよ。どうしてもね。その、やっぱりね、能力上昇とかスキル強化とかありますからね。というところで、まあ、それの、うん。まあ、衝突が起きるっていうのが、今回のこの EP 問題というところに関してね、のを言えることだと思います。 まあではですよ。まあじゃあここまでね、そのまあ、この問題の本質ということにね、触れていきましたけれども、じゃあ結局、その EP を稼ぎに行く人、全力で稼ぎに行く人、で、勝ちに来る人、どっちが偉いのって話なんですよ。どっちが正しいのと、うん、いうところになってくると思うんですよ。結局ね、揉める、揉めたりとか、まあそのよ、要はいろんな意見がぶつかり合う。その勝ちたい側の意見もある。えー、EP を稼ぎたい人の、まあ、意見もある。うん、ということで、 まあこれに対してじゃあ僕が思うですよ。これどっちが正しいのかっていうと、うーん、まあ、そうですね。まあ、正直勝つことも大事だし、まあ、稼ぐことも大事だと思います。まあ、ただこの EP を稼ぐという行為ですよね。うん。まあ、この行為自体、まあ、そもそもというところなんですよね。うん。このま、当然クラちゃんというのは EP を稼がないといけない。でも勝たないといけない。うん。まあ、この仕組みこそそもそもっていうところなんですよね。はい。 ま、要はですね、これ何が言いたいかというと、まあ、これ EP を稼ぐという行為に対して、さっきま、あ稼ぐためにはというところで触れてきたんですけれども、一つだけちょっと言わなかったことがあるんですよね、あえてね。まあ、それはここでちょっと掘り起こしたいなということがありまして、まあ、そもそもこの EP を稼ぎたいってなった時にどうしないといけないかというと、まあ、当然ね、あの、EP センスをつけるだけでは限界があるわけですよ。うん。まあ、これ EP センスをつけます。じゃあ、いいスキルの選手を使います。じゃあ、 ね、だまあほとんどの人より稼げますそんな甘い世界だったらね揉め事が起きないんだよねこのアプリねこのゲームそも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 ねこれも原因の一つだと思うんですよねうんということで、まあ、この問題ね何がね更にややこしくしてるかっていうと、まあ、やっぱセンススロットレベルのせいなんだよねうん、まあ、これに対してこれを上げないと結局伸びていくものも伸びてこないし戦えないしというところが まあ本質のところの、まあ根深い部分というか、うん。まあそもそもこの問題があるわけですよ。うん。このアプリね。まあこれは別に、でも EP を稼ぐというところだけじゃなくて、当然勝ちに行くということに対しても、これは関わってくる問題です。となった時に、じゃあさっき言いました。両立ができないと。うん。じゃあなんで両立ができないかというところに関して言えば、このセンスロットソックスというもの、現時点でですね、まあまとめて手に入れるためにはガチャというね、 うん、ものをやんないといけないと。ということは、まあ、バモスとかは確かにそのね、まあ、しっかりと貯めて、まあ、そのね、じゃあ、ソックスが来るガチャに回しますとか、まあ、そういう工夫とかが確かにできたりはしますけれども、まあ、それも正直限界があると。まあ、正直 J クラがハブリーゲームかって言ったら別に他のアプリと比べてハブリーがいいわけでもないし、まあ、無課金ユーザー、美課金ユーザーがしっかりとそこに対して突き詰めてやっていくってなると、まあ、当然ですけれども、まあ、年月がかかると。 うんいうところで、でしかもこれ、両立は正直できないです。うん、無課金、微課金ユーザーができるレベルじゃない。というところがあるので、まあ、これに関して、まあ、どうしても、ね、課金とか、まあ、そういったお金類の関係があるので、まあ、そもそも、この、<laughs> ね、今の,そのゲーム、まあ、そもそも別に J クラだけの問題じゃないと思うんですけれども、大半多分ね、微課金ユーザー、無課金ユーザーが占めてるアプリが多いんじゃないかなと思います。 じゃあ、この問題があるということはどういうことが起きるのかというのはもう言わなくても、まあ言ってるみたいなもんですけどね。もうわかりますよね。僕は何が言いたいかというと。そもそも、これ、クラちゃんっていうものに対して、じゃあ EP を稼ぎたいという人が、全体のどれぐらいいるかって話なんですよ。うん。例えば、じゃあ、ね、まあ当然10割ですよ。10割いた中の、どれぐらいいるか。例えば、これって、 まあその、要は今、もう極端な話言いましたけれども、EP を稼ぎたい人、勝ちたい人って分けたときに、まあ <laughs>、まあどれぐらいいるかなっていう。うん。だから、結局、何が言いたいかっていうと、これはね、まあそもそも誰が正しくて、誰が間違いなのかっていう問いにしましたけれども、正直ね、まあこの現環境、この J クラっていうアプリにおいて、この今の、このシステム上ね、クラちゃんの、 まあ当然 EP を稼ぐだけじゃダメだでしかも勝たないといけないとでまあ勝ったけれども EP が稼げないとスコアが伸びないっていうこのねうんまあせめてこれどっちかに振り切ったらいいですよ例えば EP を稼ぐのが正義というんであれば EP を稼いだ方が勝ちにすればいいわけですよでそういうわけじゃないとでそういうわけじゃない時点で勝つという目的が生まれてる時点でこれそもそもどっちが悪いかっていう話でもないんですよね うん、だから言ったら結論どっちも悪くないんですよ。でそれぞれがそのユーザーがそれぞれの欲のためそれぞれの目的のために行動してるわけであって例えば EP を稼ぎに全力に注ぐ行為も正しいし勝ちに行くことも正しいわけですよ。で当然勝つに越したことはないし勝った中で EP を稼げた人がスコアが上がって結局上位に入れるよねって話なので。 まあ結論どっちも悪くないしそもそもこのアプリの性質上このセンスロットレベルというものがある影響でなかなか限られた人しかそもそも上位に入ってこれないというどれだけ EP センスをつけようがソックスをつぎ込まないと当然上にはかなわないという性質があるので、まあ、これに関してそもそもうんまあだから妥協することも大事だよねとは言えるわけですよ。 ある程度 EP 稼いで、別に例えば1位を取ることだけが正義じゃないじゃないですか。で、当然1位を取ったら J リーグっていうね、上のステージに進めるわけですけれども、じゃあ人によっては2位を狙うことが正しいのか、いや、30位ぐらいで正しいんじゃないで、アマテラス会も始まったし、そっちに注視してもいいんじゃないっていう人もいるわけですよ。だから、例えばじゃこの30位とかを狙ってる、まあ僕とかも30位とかしか狙ってないんですけど、正直。この30位を狙ってる、じゃあ人に対して、 文句を言えるのかって話なんですよ。このゲームの性質上ね。そもそも。だってこの人別に EP 稼ぎに来てないわけじゃないからね。ただ EP を稼ぎつつ勝ちたいという目的があるだけだからね。で、それなんでそうなるかっていうと、別に上を目指してるわけじゃなくて、それぞれのそれぞれの順位で自分の収まるとこに収まって、ある程度の報酬を得たいという人もいるからね。ということで、別にこれね、全力で稼ぎに行かないと悪っていう話ではないんですよ。で、当然これ逆も言えることで、じゃ EP をかね、勝ちたいっていう人がいた中で、 じゃあ、この人、うん、別になんて言うかな、EP めちゃくちゃ稼ぎに来るけど、勝てないなっていう人も当然いると思うんですよね。でそのイライラとかが結構募ってくるのはわかるんだけれども、じゃあ、ね、EP を稼ぎに来ない人は悪なのかというと、その人はその人なりの目的があるので、別に悪ではない。うん、で別にその多分ガチスカドとかでね、戦ってる人に対して、戦ってる目線から言っても、まあ当然ね、その、言ったら、その稼ぐ側にもメリットはないわけじゃないわけですよ。まあ例えば、その稼ぎに来ない人、 と戦った時に勝ったたたに勝りしたら当然ポゼッションというのがあるので EP の,その割合によってねポイントがまたもらえるので当然あの EP を稼ぐ側からしても、あのー、まあ言ったら稼がない人と戦って勝った方がメリットがあるしそもそもね、うん、ただまあそのねどうしてもやっぱりそのね、えーまあ、負けやすいというのもあるかもしれないですけどね。 うん、だから別にガチスカと EP スカの人が戦って別にどっちかが圧倒的に有利って話でもないしというところなんですよ。これでね結構均等にね今保たれてると思うんですよ。ということで別に悪くないし、まあ、その例えば自分がそのどっちの立場になるかによって片方の立場が悪に見えることもあるんだけれどもそもそもそれに対して文句言ってるとキリがないんだよね。うん、だからまあそれぞれが受け入れて <laughs> なんかもう大人になっていくしかないと思うんだよねこれに関しては。うん まあだから結論としては別にこの問題誰も悪くないし、まあ、そもそも悪いというんだったらこの仕組みが悪いよねって話なんですよねもし誰かを何かを悪とするんだったらだからこの仕組みが悪いよねってだからまあ EP を稼ぐんだったら EP を稼ぐ方がねもう勝ちにすればいいしという制度を作らなかったそもそもの,この制度の問題だと思うんで別に僕運営さん批判してるわけじゃないんですけどでこの問題を取り上げるんだとしたらそういうところに目が行きやすいよねって話ですね。 うん、で、さっき言った通り EP を稼ぎに来るユーザーよりも圧倒的に勝ちに来るユーザーの方が今多いので、これ多数決制で言うと、クラちゃんというそもそものこのシステム上ね、EP を稼ぎに来る人が多分少ないので、どっちかというと、それで多数決の原理とか言うんだったら、勝ちに来る方が正義だよねってなっちゃうので、このイベントが破綻してしまうっていうね、まあ、なかなか <laughs> 難しい、はい、問題になっておりますということで。 まあだからね、まあ、それぞれの立場に、まあ、どっちの立場に立つ人もいれば、まあ、極端な人もいればね、まあ僕みたいにある程度勝ちつつ EP をそれぞれで、それなりに稼いで、無理ないところで順位を取っていく。それを毎月やりがいとしてる人もいるっていうことで、まあ、いろんな人がいるわけですよ。だから、そのいろんな人がいるので、まあ、ある程度受け入れてやっていった方が、まあ、ストレスもたまらないし、まあ、たまにはいいじゃないですか。例えば EP スカ使ってて負け、負けたってなったら、ガチ使っていって、勝って、 ねまあ、ある程度だって練習を伸ばしてそこから一品で稼ぎに行く人もいるんだから、じゃあその行為が正しいのか、だってね、その、じゃあ稼ぎに行くからガチスカで行って練習している行為はじゃあどうなのかとかなっちゃうし、まあ、そもそも逆もあるわけですよね。うん。ということで、まあ、まあ、これに関しては、はい、まあ尽きない話題だと思いますが、ぜひね、まあそれぞれのユーザーがね、それぞれの立場を理解して、ええー、まあ平和になることを願っていきたいなと思います。僕はこういう立場としてね。 ということで、まあ正直どちらの気持ちもすごくわかるし、まあそれぞれの立場に考え、ね、立って考えるっていうのもすごく大事だと思いました、この問題に関してはね。で、まあ当然ね、それぞれが、別にその周りが、周りのためにこうするっていうのはないので、あくまで自分ファーストでいいと思うので、まあ自分が稼ぐ、ね、ために、まあしっかりとね、EP をつけて、まあ当然ガチスカの人と当たってね、勝ちたいというところでもいいと思うんですよ、それもメリットだしね。 逆にもう EP 稼げないっていう割り切ってる人はまあ勝つことでコインを稼いでいいアイテムを交換したい。これもね、大事なことだと思うので、まあそれぞれがね、目的に応じてやっていくっていうのがね、まあいいんじゃないかなと思います。で別に周りに気を使う必要もないしね、別に誰が悪とか誰が正義とかそういう話じゃないので、はい、ぜひね、まあ皆さんそれぞれの目的にね、達成するためにね、ぜひクラジャんンね、頑張ってほしいなと思います。 でクラチャんもね、たまにはあの、なんかね、コインとかね、あのーまあ、交換所とかにもね、特別な報酬が出たりとかするので、まあ、そういう時はね、普段積極的に参加しない人とかも、まあ、今回はないですけどね、まあ、参加していくきっかけになるとは思いますので、うん。まあ、ある意味、EP 稼ぐ人からしたら、そのね、ガチスカの人を食い物にして稼いでいくぐらいの気持ちで、えー、逆にね、まあ、勝ちたいという人は EP ね、あの稼ぎに来た人を食うぐらいの気持ちで、まあ、それぞれが、えー、いいモチベーションのもとにね、頑張っていけばいいんじゃないかなと思います。 ということで、今日はですね、まあ、クラチャンについてということでお話をしていきました。まあ、この EP 問題というところはね、尽きない話題だと思いますが、まあ、僕の意見はこういったところかなと思います。まあ、当然誰も悪くないし、まあ、それぞれに、まあね、あの、思惑があるんだから、まあ、仕方ないんじゃないかという、まあ、そもそもシステム上、まあ、そもそもセンスロットというレベルのね、まあ、この課金、まあ、実質課金アイテムみたいなもんですよね。まあ、言ったらね、ある程度までね、上げようと思えばね、まあ、限界があるところなので、うん、まあ、今のゲーム整数上はこういうことが起きるのも致し方ないのかなと。 思いましたということで、じゃあ今回の、えー、この話は以上となります。ご視聴ありがとうございました。これにでで失礼します。バイバイ。